屋はハサミとかはないんだっけね。お待たせしました、こんばんは。よし、やべ、ちょっと待った。こんばんは。よいしょ。今日はプリンアラモードを作りましょうという配信でございます。こんばんは。あ、初見さん、ちょっと待って、お名前呼びますね。先にガウさん、スケイラさん、リョウリョウさん、スズヒトさん、音速の聞こえしさん、ももちさん、ゲンさん、ヨシさん、カツトシさん、ヒロシンさん、トルネオさん、カオさん、ナベちゃん、マナさん、ガトランティスさん、ミッチさん、アルファさん、リベドラさん、こんばんは。ポニョの子、コポニョさん、こんばんは。ヘンドリクセンさん、初見さん、こんばんは。ありがとうございます。なんて読むだろう。初見さん。力さん、力さんかな。こんばんは、初見さん、ありがとうございます。リベドラさん、リョウリョウさん、ハートありがとうございます。ヒロシンさん、頑張れ、ありがとう。ヨシさん、これ何、ケーキ、栗、さつまいもケーキ、ありがとうございます。オルニストさん、こんばんは。茶碗蒸しの容器でプリンと茶碗蒸し同時進行してたら、プリンに茶碗蒸しのそれはやばい、甘い茶碗蒸し。ドンテンさん、ドリーマーさん、タコ坊主さん、こんばんは。お、今仕事終わったから急いだから、お疲れ様、日曜日なのにお疲れ様です。ちょっとね、いろいろ具材を用意して、なんかね、プリンね、固まってるみたいな感じなので、今ちょっとあのプリンを固めつつ、ちょっとね、先にあの乗せる材料を紹介しようかなと思って。マスルさん、 BPM108 ラジさん、マッツンさん、こんばんは。作ったばっかりでもないんだけど、なんかもうちょっとあのもうちょっと置いた方がいいかもなっていう感じだから、ちょっと先に。カズさん、こんばんは。BPM188 さん、深夜帯141人目、ありがとうございます。タオルリボンの高弘さん、こんばんは。あ、無事なやつもあるけど一個だけ甘えちゃう。あ、まずくはなかった、そっかそっか、よかったよかった。ポコさん、ズーちゃん、こんばんは。まずお菓子部門ですね。まあ、プリンは作ってて、お菓子部門はリコちゃん、しがきさん、こんばんは。お菓子部門はあ、やべ。っていう感じ。ちょっと待ってね、物を見せて、ちゃんとあの、企画配信みたいなの初かもね、何気に。ちょっと不慣れなところもあると思いますが、温かい目で見守っていただけると嬉しい。小狐さん、寺さん、ひろいちさん、和弘さん、こんばんは。しがきさん、カップケーキ、ショートケーキ、モンブラン、ありがとうございます。伊賀の藤丸さん、赤坂さん、こんばんは。ひろいちさん、こんばんは。上杉さん、こんばんは。見てね、結構いろいろ具材を買ってきて、私
ジーさんこんばんは。そう、明日からねガチイベなので、美味しいものを食べてみんなで楽しい時間にしてイベント頑張ろうっていうチャンネルじゃない配信でございます。はまちゃんまんさんこんばんはチャンネルって何？お腹いっぱいなので見守り、あぜひぜひ資格でも楽しんでいただけたら嬉しい。待てよ、上杉さん親衛隊142人目ありがとうございます。ありがとう。急になんかちっちゃくなっちゃった髪が、これをこう折ればよかったのか。これなんて説明すればいいんだろう。なんかこんなのも買ってきたんだ。ひささんこんばんは、やけるさんこんばんは、なおさんこんばんは。なんてあれすればいいんだろう。なんかハートのやつとあのカラフルなやつ、なんて書けばいいんだろう。それっぽく書いとくわ。よし、オッケー。キャップどこ行った？あった。よし。そう、上杉さんバラありがとうございます。長谷川さんこんばんは。まずちょっと材料を一回紹介するね。プリンは後で持ってきます。でホイップクリームも買いました。でトッピング部門ね、今からあのまだ投票しないけど見せます何があるか。まずチョコチップクッキー、これおさじいさんモンブランありがとうございます。オリゼさんこんばんは。そうチョコチップクッキーとあとはビスケット、紅茶のビスケット、だこういう感じでいきます。これ2種類じゃん、ビスケット系。カンさんこんばんは。そうでこれまずビスケット部門、紅茶のビスケットかチョコチップクッキーかですっていうのと、あとはちょっと待ってどこ行った、紙がね、あこれだこれだ。もう一個ポッキー、チョコ、普通のチョコのポッキーとあとはいちごのポッキー。おさじいさんだるまありがとうございます、どっちかこれを投票で決めていくっていう感じね。そう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 。でトッピング部門まだまだ、ミルクチョコとホワイトチョコ。ふみさんこんばんは。絶妙でしょ、結構外れはないから。そう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 。でこれみんなで後で投票機能を使って一個ずつ一種類ずつ投票していって順番に乗せていくみたいなのをやりたいのよ。確かに先に選んだやつのバランスもあるから究極の選択。そうだね、確かに確かに。でフルーツがバナナとマスカット、バナナとマスカットで最後がさっき見せたやつで、なんかハート型となんかただのカラフルなつぶつぶみたいな、これちょっと開けますけど中身はこんな感じ。ハート
選ばれなかったやつは誰の夢か。それはまあ私か家族か、まあ、誰かが食べます。どうにかします。で、そうハートシュガーかカラフルシュガーですという感じになっておりますので、これを後で作るときに順番に選んでいきたいよみたいな感じでございます。みんなで一緒に作りましょうという企画、イエーイ、楽しみ。なんかこういうのちょっと初めてなのでドキドキしておりますが、楽しい時間になったらなと思ってます。そう、みんなだから自分だったらこれがいいっていうのを選んでもいいし、まあ私が好きそうだなみたいなのでもいいし、それはもうお任せしますので皆さんに。ガタジェさんこんばんは、ショートケーキありがとうございます。みーさん、カズーさんこんばんは。はい、という感じになっております。なんか趣旨を書いとくか、後ろに。そう、バランスを考えてでもいい、それはもうお任せします。なんて書こうかな。プリンアラモード、あーすごい難しいな、なんて書こうかな。みーさん、だるまありがとうございます。プリンはそうそう作った、今固めてる。しおじいさんこんばんは、100キラありがとうございます。長尾さんこんばんは、きよちゃんこんばんは、しおじいさんモンブランありがとうございます。あら、昨日おじや行きましたって、ありがとうございますありがとうございます。用事ですか。あ、もうこういう感じでいいんじゃない。ほら、ガチーベ決起集会、みんなでプリンアラモードを作ろうの会。はい、こうしよう。もうドアめっちゃ同化してない天使さんこんばんは、めぐみのさんこんばんは。ちょっとプリンを一回確認してきます、私と。あとホイップは直前がいいなと思って、ホイップもまだ持ってきてないんで、ちょっと持ってきます。ちょっと待ってください。
しかも最悪はセロハンテープ持ってくるの忘れた。セロハンテープ持ってくるの忘れてるよ私。ただいま、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。やばパパね、ごめん、セロハンテープをさ一切れ取ってきて、そう、1枚でいいよ、ごめん、ありがとう、すいません、ありがとうございます、よいしょーい、はあ、実家っていいね実家って最高だね、あ、こうだね、固まってそうではありました。ちなみにちょっと待ってよ、ここからだね。センさんこんばんは、狛犬さんこんばんは、ハートありがとうございます、慎太郎さん、サトシオンさん、チョコミントさんこんばんは、ともおじさん、だるまありがとうございます、こんばんは、ヘムチスターさん、豆のメスさん、ひさきさんこんばんは、マックスとき315号さん、さとまささんこんばんは。なんかカラメルは後からかけるタイプでした。え、しかもあのプリン固まってたんだけど、マックスとき315号さん、モンブランありがとうございます、固まってたんだけどココット皿に入れてしまってて、しかもこう固まりきってんのかな、これ、うわ、なんか大丈夫ちょっと待って、これ大丈夫なやつさあ、ひっくり返って、わかる、ドアに直書きに見える、ココット皿っていうなんかさ、お皿があるんだけど、これ大丈夫なのかな、こういうの、一応固まってはいるんだけど、なんか緩いかも。チップさんこんばんは。え、そうだから、あのそんなこともあろうかと普通のプリンも買ってきてあるからあの一回行ってみるね。え、いける？これさ、ちょっと待ってね、さ、こうやらないと出てこない気がするんだよね。こんなん作るの超久しぶりだったからさ、あれだけど、うわー、なんかゆるそう。万象堂さん、カップケーキありがとうございますね。そう、ちょっと行ってみよう。蒸す時間、あのね、蒸すやつめんどくさくて蒸してない。うわー、もうプリン液な気しかしない。せーの、あ、いけてそう、ちょっと待って、あ、待って、できてる、え、よくない、あ、え、よくここまで固まったわ。で、カラメルはなんか後からかける式だったんで、あの持ってきました、ちっちゃいココット皿、これにちょっとかけますね。うわ、めっちゃプリンっぽい、はい、うわ、取れちゃった、まあいいか。めっちゃいいプリンじゃない？大成功。蒸す時間と卵の量で硬さ、あ、そうだよね、確かに。で、まあホイップも買ってきましたんで、とりあえずホイップ絞ろう。
甘さ控えめって書いてあるけどどうなんだろう。マーフィーさんこんばんは。なんかでもあのこれ普通に今白いやつだけど、なんかあのチョコレート、もともとチョコの味がついてるやつもあって売ってて、スーパーにそっちも甘さ控えめって書いてたから、なんかそうやって書いといて別に普通に甘いっていうパターンなんじゃないのかなっていう予想です。ちょっと待って、生クリームは好きだよ。あのただ量食べれないかな、そんなにいっぱいは。もうねおばばなんで胃が残念ながらね胃がおばばなんで、どうしよっかな。とりあえずさ具材を乗っけることを考えると、たけさんこんばんは、ルーさんこんばんは。ちょっと待ってこれ邪魔だよね。具材を乗っけることを考えると、周りプリンの周り上だよねきっと。わー絞りにくい。めっちゃ真剣、ちょっと待ってね。あ、やべ、下手くそ。あ、なんか感覚キモいかも感覚キモい。あ、でもいっか、しかし絡めついてるしね、ここにね、ついてるから。あ、待って、上って言ったんだった。いや、そうなるよね、これ乗らないんじゃないっていう。カラメルでさ滑ってさ乗らないんじゃないっていう。隠蔽工作成功。ドンテンさんショートケーキありがとうございます。バンフィーさんモンブランとコウモリありがとうございます。テチテチこんばんは、ハートありがとうございます。ちょっと待って、やばい、たけさんこんばんはって言ったよね。ドゥーさんも読んだし、ドゥーさん親衛隊143人目ありがとうございます。バンフィーさん頑張れ、コウモリありがとう、モンブランもありがとう、ドンテンさんショートケーキありがとうございます。ちなみにこんな感じになりました。ちょっと一周囲ってで上にも乗せました。でひろひろひろさんこんばんは。でいよいよこれ投票機能はこうだよね。まずはクッキー部門からいきます。あなるほど、ちょっと待って、やばい、あー失敗しましたね、これ書き直せばいいんだ。行きましょう。ちょっと待って。ケンさんこんばんは。ショートケーキありがとうございます。流れ星もありがとう。まずは1番チョコチップクッキー、2番紅茶のビスケット、逆かこうかにします。あの投票は全部投げてください。私いつも1個とか言うんだけど全部投げてください。メッシさんこんばんは。はい、あの投票の番号がこうこれってことで、1番2番、そう10個投げてください。はい、いきます。1番がチョコチップクッキー、2番が紅茶のビスケット、ものはこれになりますね。こっちがチョコチップ、こっちが紅茶です。
はい、それではいきます。スタート。1番がチョコチップ、2番が紅茶。もう全部投げちゃってください。10個、1分間やります。33分なんで34分になったら終わります。名前がチップだから1あ、いいねいいね、そうそう、なんでもいいですよ。理由なんて、あの面白そうだからとかでも全然大丈夫。あ、34分になったかな。よし、終了。おー、1位のチョコチップクッキーが 64.3% で、2番の紅茶のビスケットが 35.7% なので、クッキー部門は1番のチョコチップクッキーを載せたいと思います。ありがとうございます、皆さん投票。投票時間あった方がいい？じゃあ2分くらいやる。次はこんな感じのクッキー、どこに載せようかな。あんまりね、最初に序盤に載せすぎると、後から食べれなくなるから、とりあえず一角にクリームのところに乗せてみました。タンポポの人さん、こんばんは。はい、ビスケットはこんな感じですね。次、チョコにしようかな。てかプリンアラモードってさ、マジで久しぶりに食べるかも。そんなに頻繁に食べるものじゃないか。チョコ部門いきます。果物はあるよ、後で出します。ケンゴロウさん、こんばんは。シュークリームありがとうございます。よし、1番がミルクチョコ、2番がホワイトチョコ。ケンゴロウさん、ショートケーキありがとうございます。よいしょ、です。1番がミルクチョコで、2番がホワイトチョコ、こんな感じです。ケンゴロウさん、ハートありがとうございます。さっきみたいに投票いきます。どうしよう、2分ぐらいやります。どうぞ。お父さん、こんばんは。みんな手持ち、10個全部投げてください。2分なのでゆっくり、38分ぐらいになったら終わろうかな。あ、終わろうかなって投票ね急に配信終わる人みたいになっちゃったそう、どっちもじゃないよ。1番がミルク、2番がホワイト、こっちは普通に茶色のチョコレートです。こっちは白のチョコレート、こういう見た目のやつ。こっちはこういうの。そう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 、半々だったらもう2個入れますわ。ちょうど 50% だったら2個入れる。どちらでもお好きな方。トンボさん、こんばんは。そうだって、もう 50.0% ずつになったら2個乗せますけど、なかなかないんじゃない、そういうのは。あー、ビターチョコね。いや、全然普通に乗せる、削らないで普通に乗せます。確かにチョコチップクッキーと合わせるとね、確かに。38分になったんでそろそろいいかな、終了します。あー、ホワイトチョコ圧勝。1番が 34.5%、 ミルクチョコがね、1番のミルクチョコが 34.5% で、2番のホワイトチョコが 65.5% だったので、ホワイトチョコを入れたいと思います。
え、なんか結構楽しくない？私だけ？結構楽しいんだけど、これ面白い、こういうの。どこに載せようかな。今ねこうなってるから、そこの手前とかに入れてみる。あ、めっちゃ楽しんでる、よかった。手前とかにこうやって置いてみようかな。やばい、なんかちょっと配置がこんな感じで、ちょっと2個並べてみた。プリンアラモードってね、正解何って感じ。お豆腐さん流れ星ありがとうございます。よいしょ。ならないよ。あ、引っかかってた。あれれれれれれ、よいしょ。レアさんこんばんは。確かにさっきね黒っぽかったから今は白で。お豆腐さん、コウモリありがとうございます。じゃあ次は果物いきますかね。果物はバナナとマスカットです。あ、どうしよう、ちょっと待って。どこ行った？バナナとマスカットの紙はあったよ。よいしょ。1番がバナナ、2番がマスカットにします。あ、やべ、どうしたらいいかな。こうがいいかな。天使さん流れ星ありがとうございます。よいしょ。43分くらいまでにします。マスカット、シャインマスカットです。食べさせてあげたいのとバランス良さそうなのが違うかも。ああ、全然どっちでも。どちらでもです。バナナも好きなんでね、私どっちも好きではあるかな。確かにね、バランスとかも考えるとね。ダイさんこんばんは。わかるね、赤みが欲しいよね。さくらんぼとか時期じゃないしさ、缶詰あんまり好きじゃないし、いちごもねそんなに今ないよねっていう。なかなかにね赤みってないよね。いちごって時期的にはもうちょっと後なのかな、なんか冬とかのイメージなんだけど。いちご高いし美味しい。そうだよね、そうそうそう、高いのにって感じだよね。すごく迷う。そう思ってるの全部投げちゃってください。なんか心なしか2が多いようなように見える今は。パピコさんこんばんは。いちごは本当は、ああそうなんだ、いちごは本当は春、新潟なら5月以降だけど、ハウスとクリスマスで12月。なるほどね。よし、43分になったので締め切りたいと思います。いきます。ででん。え、待って。ちょっと待って。1番トリュフ 50.0。 え、すごっ、そんなことあんの。
え、すごい、両方行きます、マジですごい、面白い、びっくり、え、すごすぎるとかに載せたいんだよね、こうして、上に載せたらあれかな、この辺とかにちょっと置いとく、ポイってマスカット、テレビ見ながらで最後投票忘れるところだったから投げれなかったら2位になって、え、そうだよそうだよ、みんなが今投げてなかったらね、ちょっとでもずれてたらって話だもんね、え、すごすぎる、びっくりした、本当に初めて同数見たってね、みんな言ってたから、あんまりないことなのかな、しかも包丁とか持ってきてないあたりね、ちょっとつまみ食いしちゃった、ごめんなさい、バナナ、バナナどこに乗せようかな、このスプーンで切るのよくやらない、みんなどう、ちょ一旦こんな感じで、まあ後でね乗せるのは後でも全然できるんで、じゃあ一旦見栄えを気にして盛り付けてみるねでまだまだあるから、もう一個あんのよ、みんな忘れてる、もうこの今フルーツの50-50でさもう終わったでしょ盛り上がりが、そうそうそう、ポッキーあるから、ちょっと待って、なんかさ充電されてない私のスマホ、ジュンハンさん、アーリーさん、こんばんは、ハムエッグさん、こんばんは、あ、盛り付けセンスいって嬉しい、ピコットキャットラミコさん、こんばんは、よいしょ、今のところこんな感じになってます、一番最初のクッキー と、チョコ、これホワイトチョコ、ケンシサワキさん、こんばんは、でみんなが今 50-50 にしてくれたバナナとマスカットを乗せてます、で最後の投票なんですけど、次がまあプリンアラモードといえば的なあれなのかな、私結構乗ってるイメージが強いんだけど、ポッキーですね落ちてますね、キャップが、1番がチョコポッキー、普通のやつですね、ノーマル、ノーマルで、2番がいちごのポッキーですっていう感じにします、50分か51分くらいまでやろうかな、投票いきます、どうぞ、51分までやります、あ、確かにパフェとかには刺さってるのか、どちらでも、でも確かに色味とかはねこっちの方がいいのかなハンタンさん、こまちゃん、私が今こういうこと言うとねあれだからね、そう、まあでも色はあれでも味は絶対美味しいっていうのをあの考えて買ってきたので、さあどっちになるでしょうか、51分まで投票時間にしますので、迷ってる方もゆっくり、いや全然本当にどっちでも大丈夫なんで、お好きな方、そうそうそう、別にどっちでも味は保証されてるからおけいさん、こんばんは、結構ねたくさん具材を買ってきた、なんかせっかく企画配信だからと思って、あのいろいろね買ってきてみた、
楽しいね。プリンもねうまくいってよかったな。アランさんこんばんは。止まっているね、はい、あの投票が。ハズレはねないようにしたからね。あのよくあるけどね、一個ハズレみたいな。最後に花火ポッキーみたいなやつについてるけどね、あのね、サプライズみたいなやつでしょ、サプライズケーキみたいなやつ刺さってるやつでしょ。なんかねこの感じだとね2が多いけど、さっきみたいに半々になったらまあどっちも載せます。そう今プリンアラモード作ってて、どっちを乗せるかっていう最後の投票です。51分になったので締め切りたいと思います。キウイとかマンゴーは候補になる。なんかね酸味あんまりいらんかなってなって個人的に。じゃあ締め切ります。あー全然2だね1番の普通のポッキーが 28.2% で、2番のいちごポッキーが 71.8%。 ちょこれ私が良くなかったねってことでこちらを刺します。刺すというかまあ添えますね。私がこれ余計なこと言っちゃったからさっき。まあまあでも色味はねこっちの方が綺麗かなって感じなんで。あ待って最後の投票じゃないわえ最後の投票じゃないよね。みんな忘れてたけど、もう一個あるよ。トッピングが忘れてたわ普通に。今のところこんな感じです。まだあったあった。どこやったの。あこれだ。危ない危ない。トッピングをね買ってきましたので、よいしょ。1番がハートシュガー。あちょっと見えないですね、ちょっと待ってください。こういう感じのあの一個一個がねハート型のやつ。ファンタンさんショートケーキありがとうございます。ステンマルクさんコウモリと、シュークリームありがとうございます。ファンタンさんハートありがとうございます。そうこんな感じのハートのやつが1番で、もう一個がすごいカラフルななんかつぶつぶみたいなやつにします。55分までしようかな。シュウケンさん流れ星ありがとうございます。それでは55分まで投票してください。持ってるの投げてくださいね。こちらだ。全部ね10個全部投げちゃってください。投票してくださる方はこんな感じです。ハートかカラフルかね、どっちでも可愛いよね。今日一迷ってる。かけるとウニ味。私ウニ食べたことないからさ、その正解が分かんないよね多分ね。プリンにってこと？プリンに醤油ってこと？ね、55分まで投票。そうそうそう、色がねついてるからどっちもね可愛いは可愛いんだけど、そうどっちになるかな。結構今乗ってるのはね半々ぐらいに見えるけど、そんなにどっちも差がないように見える。そうだね、ちょっといい感じにかけます。お、55分になったのでそろそろ締め切りたいと思います。良いですかね。それでは締め切ります。えい。あー
1番のハートシュガーが 64.5%、 2番のカラフルシュガーが 35.5% ということで、1番のハートになりました。これをいい感じにちょっとかけていきたいと思います。ハートね、見た目も可愛いからね。浮き星？ない、何それ。博士やたらさん、こんばんは。どうしようかな、どう、これ結構センス出るくない？うわ、爪がすごい邪魔。爪がさ、ものすごい細かい作業したいのに。あー、でもでもでもいいんじゃない。しかもこれさ、ザーって書けないんだっていうね、意外と。いいんじゃない。ちょっとあの、足りなかったら後でざっとかけます。あ、やばい、でも食べちゃおう。食べちゃおう、余ったやつ戻せないから食べちゃおう。落としてるしね。もち米に砂糖蜜をかけた甘いお菓子で、新潟で。へえ、見たことないかも。マンポンさん100キラありがとうございます。よし。あ、ちなみにまーちゃんどっちが良かった？あー、え、でも結構いい感じになったかも。ちなみに完成はこんな感じ。ハート、なんかちょっとハートシュガーなんかもうちょっとあった方がいい。可愛いよね。あれ、はい、いいんじゃない。いいんじゃない。ちょっとこれスクショしよう。わー、スクショして。誰か。イーソさん、こんばんは。ドリーマーさん、拍手ありがとうございます。自分でやるか。見えてる？オッケー、よし。ちなみにどっちが良かった？でもなんか、でもあの組み合わせはすごい良かったって感じだから、それこそなんか紅茶の方だったらこっちとか、そうそうそう、なんかバランスがめっちゃ良かった。みんなセンスある。マッツンさん、グッドありがとう。めっちゃいい感じ。そのまま食べてもいいし、お茶に入れたり。へえ。だからあれなんだっけ、フルーツがめっちゃびっくりしたっていうぐらい。ただフルーツどっちの方が良かったってなったらバナナかなと思ってたけど、でも半々だったから全然何も問題なくって感じだった。え、そう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 、別に多数派がセンスあるってわけじゃない。ほんとそうだよ。私もほら、外れないように買ってきてるから、全然どれが選ばれても大丈夫なように買ってきてるからね。
ありがとうございます、参加していただいて。それでは実食していきたいと思います。確かにそうそう、プリンがさどうなってるかちょっと気になるから、とりあえず食べてみます。いただきます、いただきます。ちなみにさ、実際作ってくれた人いらっしゃいますか？あのプリンだけとかでも、普通にプリンアラモードじゃなくてプリンだけとかでも、実際一緒にやったよっていう、一緒に食べるよっていう人いますか？あ、でもちゃんとね中も固まってはいそう。こんな感じでいただきます。うんうんうん、そうだよね、さっきお仕事終わったばかりって言ってたもんね。なんか今プリンだけ食べたんだけど、市販のやつよりは柔らかいかもって感じ。でも普通に味も美味しいし、確かにね、夜遅く、もう9時とかなんだかんだね、8時、まあ8時ちょっと間に合わなくて8時過ぎから始めたけど、確かに結構時間かかったね。うん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 、作らずに買ってきた。いや大丈夫よ、私もこれプリンマジでうまくいかなかった時が怖いかなと思って、あの普通のプッチンプリンも買ってきたんだよね。そう、よかったよかった。けいちゃんこんばんは。お、プリン作ったから後で X 載せる、楽しみ、見るね、いいでします。イーストさん、モンブランありがとうございます。てかかなりお金もかかってて、もいやいや、もうね明日からガチイベですから、ちょっと気合を入れて行こうと思って。なんか今日そのなんかこういう投票制にしたのは、まあイベントってさ結局みんなで一緒に気持ちを一つにしないとできないなということは、まあ私が一番よく分かってるので、なんかねそういう空気感をちょっと作りたくて、みんなのちょっと時間をもらったって感じなんだけど、でも楽しかったね、こういうのもいいね。あのまたね、なんか違う機会とかにも、あの別にイベント前とかじゃなくても、なんか今度チーク菓子とかもやってみようかなと思ってるので、あのよかったらそういう時にも遊びに来てくださいね。ね、企画系楽しいね。これあのね、案をね出してもらったんだよね。そうだからね、それもすごく感謝。私は思いつかなかったから。そうそう、プリンは卵と牛乳、卵多めにすれば絶対固まるんで失敗し、そうなんだよね、意外とね簡単に作れるんだけど、失敗するとちょっと茶碗蒸しみたいな確かにね、本当にね気持ちが一つになった。50-50 本当よね。お、京都行ってきましたって、いいねいいねいいね。ちょっとじゃあ、うわー、もうこれ超プリンやらモードっていう感じの、あ見えないかな、あ見えた、チョコとホワイトチョコとクリームとプリン、いただきます。うんうん、甘、おいしい。あ、美味しいよ子供になった気分、すごく。ドンテンさん、ハートありがとうございます。でも確かになんか言われてみたら、クリームちょっとやっぱ甘さ控えめかもしれない。完食したら重いと思う、きっと。そうだから具材をちょっと控えめにしたのなんか本当はさ、もっとさチョコとかもいっぱい乗せた方がさ映えるかなとか思ったけど、ちょっと山形加賀さんこんばんは。私はガチでプリンチャームちょっとねミスってね。ね、ちょっと、どうしようどうしようどうしよう、どうしようどうしよう、わー迷う迷う。ちょっとバナナとかもいってみる。わかる、胃もたれしそうだよね。バナナとクリームなんて絶対美味しいからね。バナナ、クリーム、プリン、うん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 、確実に美味しい。確かに乗せすぎるとどれが違うか分かんなくうわ、練乳とかも候補に入れればよかったね。うん、カラメルも全然美味しいかな、普通に。クッキーいってみる。
ッキーとプリンってさ一緒に食べる機会とかあんまないからね。クッキー、クリーム、プリン、あーマシュマロ、あ確かに、うん、おいしい。ね、豪華だね。気合い入れてこう。山形かかしさんハートありがとうございます。しかもあのプリンも意外と甘さ控えめ、ありがたい。これ真ん中のプリンがものすごい甘いとかだとちょっとあれだけど、キャー、やば、いちごポッキークリーム、うん、甘い甘い、うん、おいしい、甘おいしい。食べきれると思います。食べきります。だんだんね見た目が汚くなってきた。そうだよね、見てるだけでお腹いっぱいだよね。贅沢な食べ物だプリンアラモードって。うん、夕飯は鍋食べました。やばい、甘い。甘すぎる。うん、雪しずくさんこんばんは。あのね、あのホワイトチョコがやばい。あの重い。読んだとか言って。うん、いやでも美味しい。あのねストレスとか溜まってる時とかに食べたら超美味しいだろうねこれ。今食べたいのはあのカップヌードルの、カップラーメンあるじゃん、カップヌードルのスープ飲みたい。うん、あのラーメンのスープじゃないの、カップヌードルの醤油のスープが飲みたい。たまにそういう時あるよね。いやーすごい、あのね控えめにしといて正解だねこれね。うん。そうなるのを懸念してホイッププリンしたけど。うわチリトマ、いいな。うん、やばい、これ多分来年もうできないわ。もう来年できないわこれ。ちょっと、うん、ちょ今年が限界だねこれ。うん、確かにねデザートって結構ねペロッといけるよね。いや春に春の具てかさ、今度それこそパフェとかにしてみる。プリンじゃなくてあのさそういうなんかちょっと深めの器みたいなの買ってきて、あのシリアルさこれで自分で砕いてさそこに入れて、いや砕かなくてもいいかシリアルなんて別にで入れて、であのなんていうのこうさ透明半透明みたいなやつにして中に何が入ってるかみんなに見えるようにしてさ。はらちゃんさんこんばんは、300回目ありがとうございます。茶碗蒸し本当だよね。
えとか面白そうじゃない。まあビッグじゃなくても、あそう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 、なんかアイス例えばあのいちごとそれこそチョコとか、そういちごミルクとかさ、なんでもいいけど絶対いちご入れてくんの今めっちゃいちご食べたいやんってね、もうねいちごアイス大好きなんだよねそう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 とかね、なんでもいいけどさね、そういうのも楽しそうだねそうだから、それこそあのあれとか、だからチョコソースと練乳、バナナといちごとかにして、バナナなんて別に年中あるじゃん、だからそうバナナといちご、チョコソースと練乳とかを用意して、でね、いいじゃん、あのとかなんかチョコとかも、えあれなんて言うんだっけ、あれベビチョコみたいなのあるよね、なんかちっちゃいさ、こんなやつ、こんなのがケースに入ってるやつ、ベビーチョコみたいなやつとアポロとかさ、めっちゃよくない、楽しそう。ハズレありパ、あ麦チョコもいいね、ハズレありパターン、なんかあんまりなんか唐辛子とかやっちゃうと本当に食べれなくなるから、おせんべいとかでしょうかな、じゃあね、あのそこにあの醤油せんべいとか甘すぎて喉が、うんうん、柿の種とか、そう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 、あんま乗ってないけどギリいけるやつ、あエビミリいいいいいい、良さそう良さそう。今日ミスドのさつまいもと白バタークリームと白いブラックサンダー、あーそうだ、ブラックサンダー出てるんだ、美味しそうやばいやばい、大丈夫ですかうんうん、そうそういけそう。あのね、プリンが重くないっていうのが結構助かった、これマスカット最後に食べたいな、これうわー、クリーム甘い全然クリーム甘いです、これ甘さ控えめってめっちゃ書いてたけど超甘い。うん、ホワイトチョコが一番重かった、間違いない。完食とか言っててね、明日とかには食べたくなってるから、無事に。いやー楽しかった、面白かった、うん、いいプリンアラモードができましたね。そうね、ちょっとまた次もしなんかこういうみんなで投票で決めてもらってみたいなやつやるときは、あのちょっとハズレも用意しますね、おせんべいとかね、そういう感じのやつも用意します。なんか食べられなくなっちゃったらもったいないから、食べられるけどちょっとあんまりいらないんじゃないみたいなやつKJ さんこんばんは。ね、楽しかった、なんかみんなと一緒にやってる感じがすごい楽しかった。メニちゃんこんばんは、バラありがとうございます。あと11日で500回、そうなの、やばいよね、500日配信もまた何かやろうかな。でもね、500日がちょうど31日で、私キャンキャンルームが31日なんですね。かちょっとなんか遅くなっちゃうかもしれない、配信ができなくないけど、ちょっと時間が遅くなっちゃうかもしれないっ
ていうのだけちょっと伝えておきます。ちょっとねまだ何時に帰れるか分かんなくて、その日がそうだからちょっと当日になっちゃうかもしれないけど、はい、そんな感じになりますね。ちょっとさ、バナナだけ食べていいですか。あの悪くなりそう、色がさよろしくない。ちょっと余ったバナナだけ食べますね結局食うとるやないかいですよね何この配信でただバナナ食べるっていう(笑)シュール。うんうん、そう、あのなんだっけ、2切れぐらいしか入れてないから、さっき天使さんだるまありがとうございます。もうごまかいや、お腹いっぱいなんだけど、ちょ食べないと色悪くなっちゃうから、バナナぐらいは。テイスさん HP ありがとうございます。バナナって美味しいよね。お腹いっぱい。しれっと。なんか見えましたなんか見えました、うん、うん、甘い美味しい。バーバーありがとう。バーバーからの貢ぎ物、シャインマスカット美味しい。うん、本当にお腹いっぱい、もういらないです。あれあれシャインマスカットだけ、あれあれあれ、え、さっき全部載せてなかったっけ私。あれ、ネズミが食べちゃったかなこれ、チューチューネズミがこれは。ねえ、シカオさんこんばんは。ねえ、あーやだ、いたずらな、ねえ、いたずら好きのネズミさんが、あーやだやだちょっと開けるさやめてください。うん、ちょマジレスやめて。天使さんグッドありがとうございますいやでも本当にもうお腹いっぱいさすがにね、うん、さすがにお腹いっぱいだよ。夕飯ちょっと少なめにしたんだから今日、こうなると思って。お米ね食べなかった、あの鍋だけにして一杯だけ食べて、はい、終わりました。わーい、楽しかった。162センチ私やそれ、タッキーさんこんばんは、私やん、161だから調子いいと2ぐらいいくけど、うん、161.5 とかしかないから。うん、いや楽しかった、マジでお腹いっぱい。
あ、明日が490日なんだね、もうね。今日が489日なので、明日は490日、もうね500日が見えてきました。嬉しい、楽しみです。みんなのおかげ、本当にすごいね。こんなことってあるんだね。最後のダメ押しがかなりね、あっという間だった、本当に。なんかね、まあこれはまた500日の時に言おうかなって感じだけど、本当あっという間ね。まあとりあえずね、いや本当だよね、この前もうやっと1年みたいな感じだったのに。まあでもね、100日以上はね経過っていうあれだからね、あのなんていうの、100日以上はもうそこから経過してるわけだから、あっという間だなーって思う、本当にね。まあその前にね、明日の6時からムルーアのねガチイベがありますので、あのこのあと炊いて出しますけど、はい、1位取りたいと思います。1位になると、渋谷駅の巨大広告掲載がございます。渋谷よく行くのでね、あのそういう広告が出てるようなところもまあ通りますけど、やっぱりね、あのこの前のね東京駅とかもそうだけど、いろんな人に見てもらえるっていうのはあるし、私あのそもそもムルーは好きなので、なんかねこのイベントを機にまたそういうちょっとねカジュアルとかかっこいい感じの服とかも着れたらなーとか思ってるので、はい、そんな感じで頑張っていきたいと思います。チェリーさんこんばんは。楽しみ、そうだね、明日がイベントならギフト温存しといた方が、うん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 、そう、ちょっとね、まあファッション系のイベントだし、あの広告系のイベントだとね、あのより競争率もすごくなるんですけど、気合を入れて頑張っていきたいと思いますので、明日からライブだけどこっちも応援来るから嫌いなね、頑張っていきましょう。配信もちょっと企画ある、そうだね、なんかあのこういうちょっと食べる系じゃないけど、なんかそういうね、まあ、ファッション系のことできたらなと思っているし、まあ途中でねちょっとカラオケとかも入れたりしてもいいかなとか思って、まあ、せっかくね実家にいるので、そうカラオケとか入れたり、まあ、ファッション系の企画をやったり、まあ、それに伴いメイクをしてみたりみたいな感じのことをちょくちょくやっていこうかなと思ってますという感じです。まあいつ何をやるみたいなのは全然まだ決めてないんだけど、はい、ちょっとお楽しみにという感じでございます。頑張るぞ。いやーほんと1位取りたい、これ結構気合十分なので頑張っていきたいと思います。頑張ろうみんな、まあ楽しんでね行きましょうね、一番はね。そうしましょう、絶対勝つぞ、気合十分。全然見てないけど強敵揃い、まあそうかなって思う本当に。リッチーさんハートありがとうございます。イベントがあったら絶対結婚しそうそうそう、てかね知り合いが多い、
あの私の知り合い規模で言ったら結構出てるなって感じするね。結構、うん、まあ、あ、そう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 、まだ出揃ってないかもしれないし、そう、わかんないけど、結構なんか知ってる人もちらほら出ててっていう感じではあるけど、まあでもここで遠慮してたら一生勝てないんで、絶対勝ちますって思ってます今回。はい、頑張るぞ、楽しもうという感じです。そう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 、まあ遠慮したりね、勝てないかもって思ってても意味ないんで、前向きに楽しく明るく元気に元気にいきましょうね。えそうですよ、大丈夫大丈夫、自分とみんなを信じてやっていきます。1週間頑張ります。うん、えいえい、おー、まあ私らしくねいきますよ。そうそう、ね、そうそうそうだよ、今日はそう本来これが目的ですから、ガチーム決起集会だから、そう、確かにね、ちょ最後の最後であれだけどそう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 、明日からのあのイベントもみんなで力を合わせて一緒に、ぜひぜひ一緒に戦ってくださいという趣旨の今日は配信でしたので、ね、みんなに参加していただいてすごく嬉しかったです、ありがとうございます。こういうガチイベって気持ちの強い順番かつ伝わった順番に並べるんだけど、いやほんとそうだよね、そうだからやっぱ気持ちで負けたらもったいないって思うし、なんかやる前から諦めるのってなんかやる意味がないというか、諦めた状態でやるのってさ、みんなにも失礼だし、そう応援してくれる方にもすごい失礼だから、そうだからあれですね、気持ちを強く持っていこうと思いますという感じですね。そうそう、悔いの残らないように楽しくやっていきますということで今日の配信は終わろうかなと思います。明日月曜日だしね、皆さんも1週間の始まりだと思うので、今日はゆっくり休んで、あとね今日すごい急に気温がほんと低くなって、私も今結構早い、あ早い、間違えた間違えた、今早いを見ながら寒いって言おうとしたら早いって言っちゃったすごい寒いので、みんなも本当に体温めて、はい、寝てくださいね。そう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 、私が諦めたらもう意味ないんでね、頑張って戦っていきます、楽しくね、はい、ごめんごめん、はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。またそうそう夏いやつみたいな、そう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 、また明日お会いしましょう、みんなありがとう、それじゃあ明日からのガチイベも頑張るぞ、おやすみ、みんなありがとう、またね、おやすみ。